今週の USN レポートは澤野瑞江さんによる展覧会の模様をお送りいたします。2月14日から3月15日の間、マンハッタンはアッパーイーストサイドにあるジェラルド・ピータースギャラリーにて澤野瑞江さんの個展が開催されています。前回の個展開催から約2年ぶりという澤野さんは、ニューヨーク在住の日本女流画家。ギャラリーでは桜をはじめ、蓮、睡蓮、藤など29の作品が一般公開されています。澤野さんにとって桜、睡蓮をモチーフにした作品群は、ニューヨークにおける画家としての足跡そのもの、またニューヨークで40年画業一筋に生きてきた証とも言えます。1975年の夏、友人のグループ展を見るためにブルックリン美術館へ行った澤野さんは、植物園で目にした睡蓮の花をきっかけにボタニカルガーデン通いが始まりました。その後、1992年から毎年同植物園のポスター制作を手掛け、2006年には同植物園で個展を開催。また澤野さんの作品は数々の美術館などに永久保存されています。また澤野さんは1998年からモロッコの当時の外務大臣に招かれ、同国にて壁画を描き続けています。乾いた太陽と光線、水や砂、大地といったダイナミックな画風は、これまでの桜や睡蓮を描くときの印象派的な世界観とはまた一味異なる雰囲気を醸し出しています。今回 USN は澤野さん本人へ創作に対する情念について詳しく伺いました。澤野さんにとって絵を描くこと、創作活動することっていうのはどんな意味をしますか？食事をしたり眠ったりするのと同じように、私は生きていくためにその時間が必要ですし、それから皆さんとお付き合いするのを積極的にできないので、絵を通して、交流を持たせていただけたら嬉しいと思ってます。絵を通して皆さんに喜んでいただきたい、楽しんでいただきたい、そんな気がしてます。はい、次に、ニューヨークとモロッコと、はい、それぞれの地で絵を描く際、はい、気持ちの面で何か違いはありますか？そうですね、本当に気候も違うし、皆さんにその質問よくされるんですけど、私は月や太陽を見たり、海の満ち干を見ていると、地球に住んでいる一人の人間という感じがします。ですからあまり違和感はないんです。月は出てくるし、太陽も出てくるし、まだ自分は宇宙に住んでないけど地球にいるって気がするので、どこに行っても大丈夫で、いろんなものが見られるということは、自分の絵を描くための材料が増えて、世界が広くなって、自分で作る創造の世界、宇宙観が広がっていく気がするので、違うところを見るのは好きです。違和感はありません。モロッコで、壁画を描かれているということなんですが、はい、壁画はいつ頃完成するんですか？2000年からまず続けて4年間頼まれましたが、最初の壁面も次の壁面も4年間同じ場所に描いてるんです。でも気候風土の関係上か、彼らの最初の意図は、インターナショナルフェスティバルが終わったら消してしまうはずだったんです。それを取っておいてくれるばっかりに、それを修復しろと言われてもとっても難しいんですね。太陽と雨にやられ、風にやられ、そんなわけで、だんだんと変わっていったために、続けて描いているような感じなんですが、実際は一年一年終わんなきゃいけない壁画なんです。最初の壁はだんだん伸びて45メーターまで、次も頼まれて、高さもどんどん高くなったから大変なことでしたが、最後に上の方に描いた星は
本当の宇宙に行っちゃうという現象が起きて、パフォーミングアートみたいに常に違うことをやってました。だから終わりがないといえば終わりがないんですが、凄まじい格好をして描きました。とっても大変なんですけど、はしごの上にいることも忘れちゃって、時々ヘマをやってます。はい、テレビの視聴者の方に簡単なメッセージをお願いします。はい、はい、そうですね、今展覧会をやっておりますので、ぜひ見ていただきたいと思います。多くの方に見ていただけることが、私の皆様との交流ができるという喜びに変わります。どうぞお忙しいでしょうけど、足を運んでいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ありがとうございました。沢野さんが放つ独特の繊細さ、そしてみずみずしさは、見る者の心に潤いを与えてくれます。沢野瑞江さんの個展はジェラルド・ピータースギャラリーにて来月15日まで開催されています。詳しくはご覧のインフォメーション、または USN ウェブサイトでご確認ください。